然2000円しか入ってない。イエーイ、まつきです。今日はカバンの中身これです。シルバーのバッグを今使っとる。なんかな、これちょうどサイズが使いやすくて、これはなジミーチューのバッグです。シルバーのバッグってさ、何でも服に合うけんさ、なんか今まで毎回服に合わせてバッグもコロコロ買い取ったんじゃけど、あの固定できるバッグ欲しいなと思ってこれを買いました。そう、開けるとさ、こうなんか真ん中に仕切りがあって、で磁石でこう2つに分かれてるからよろしいのよ、使い勝手がもうほんまに。では財布、あ、財布でも言っちゃった、ドン、2つ折りの財布。私オレンジ色が一番好きなんですよ。でなんかその22歳の誕生日の時に父親に、彼氏作らんのか、ちょっとおらんわ作れよおらん、お願いします、私は財布が欲しいですってお願いして買ってもらいました。壊れちゃって、前の財布が見てこれ、ね、俺青のラインが入っててな、これ小銭入れとか開けるとほらここも中も青いのよ。まあ使い勝手もいいよ、これカードもいっぱい入るし。お父さんありがとう。はい、ちなみに現金は全然持ち歩かない派で、今も2000円しか入ってない。次にサプリこれは糖質カットのサプリなんだけど、いつもご飯前にボソボソってこう飲んでたら、何その怪しい薬飲むんだって言われるんだけど、普通にこれちゃんとアイハーブっていうサイトで購入したやつ。なんかカロリーミットってさ3,000-4,000円ってして、毎回買ってたら結構高くつくなと思って、でなんかいいのないかなと思って、これ糖質カットのサプリ、なんて読むこれ、ちょっとわからんのだけど聞くかもわからんけど、一応こういうのって気持ちの問題なんやな。もうこれごと持ち運ぶんどるけど、うるさいねこれ、マラカスじゃんほんま。次はメガネ、縦目です。ちなみに視力 2.0 でめっちゃええけん、縦目自分の顔に飽きるのよ。まあ、帽子なりメガネなり気分を途中で変えたくなるのね。なん？台本読むとか本読むとかなんかするときにさってこうメガネをかけるのに憧れて、ん、見えないっつってこうさってこう、ってメガネをかけるいい女っていうのに憧れてでもあるんだけど次、あ、香水、ちょっとあの種類読めんのだけど、これです。このジョーマローンの香水をこの中に入れてます。匂いフェチすぎて、ジョーマローンの香水大好きなんだけど、この、ね、入れ物はね、ドンキ2000円ぐらいだったから、なんかな、このままこうポッポって押したら入るけん便利なの。次イヤホン、ビーツのやつ使ってる。やっぱビーツいいよね。なんか今どうな、あのエアポッツのなんかこういうタイプあったりして評価いいけど、なんかビーツ Bluetooth でねいい感じだし、ヘッドホンはスカルキャンディーのやつ使ってるの今。こうやってもう毎日もう移動時間にイヤホンがあるとなると一日のテンション違くない？次、化粧ポーチでーん。これもな、バッグと同じで御殿場のアウトレットで買ったやつ、プラダのポーチ、まあ、これも高いんだけど、プラダにしては3万とかで買えた。可愛いな、これもちょっと素材がかっこいい感じで、まあ大体入っとるもんはなんか部分直しでコンシーラーとかシェーディングとかリップぐらい、アイシャドウとか。このサイズがね、もうすっぽり入るから、このバッグ、これがほらもうすっぽりで半分仕切りがあってこっち側にも入るから。次、必需品、ミンティアミンティアのグレープとミントを入れて、小腹減ったらあんまお菓子とか食べないから、私はスタバとかのホットドリンクかこういうミンティアを食べるっていう謎の習慣がある。私そう考えたらさ、めっちゃカバン持ち歩いてるってうるさいよ、歩くとミンティアとこのサプリでうるさいんだけど、まあ次、小分けになってるマスク。最近もうみんな、私も今もちょっと風邪なんだけど、先月も同じぐらいの時期風邪で、もう1ヶ月ごとも風邪になる。もうこの時期気をつけてよ、もう秋冬はちゃんとマスクせんといけんよ、電車の中とかね。やっぱだからこういう小分けのマスクは助かるのよ。と鍵でかいんよこれ、鍵のキーホルダー、鍵のキーホルダーなんだけど、一応ねなくならん、もうパッてこう目をつぶってでも探して分かるキーチャームが欲しくて、でかいのになっても
1万8000ぐらいしたんだよ。アホちゃうって言われた、普通に。家の鍵とか毎日使うものこそちゃんとしたいいキーホルダーとかつけたいなって思って頑張って買いました。なんでこれ入っとんじゃろ、もうほんまに出し出た、こういうのなんかネタでなんか無理やりカバンに入れたとかじゃなくて、もうマジでやだこういうの入れるの、ほんと水鉄砲あのいたずら仕掛けるのにハマっとって、このサイズって忍ばしてると分かんないのよ。写真撮ろうっつってプシュッてかけるの、でその反応を楽しむっていう、なんか TikTok とかに動画載せとんだけど、マネージャーを引っ掛けるドッキリみたいな。あ、そうや、携帯、これも私ので、11 Pro かわいい iPhone ケースまだないけな、この透明な縁がシルバーのロフトで買ったケースにこのスマホリングつけてる。この間親友と飲んでたら、りなちゃんの携帯これ集合恐怖症の人が見たら気持ち悪いでこの携帯って言われた。そうかな、そんな感じでこれぐらいのサイズが一番いいな。しかも肩掛けできるからさ、肩掛けが一番楽なの結局これ。はい、そんな感じで松木のバッグの中身したん、やいやいじゃあねん、うん、やね、地獄や、なんやなんや、マジで誕生日じゃないよ、誕生日じゃ5点、2回目